もです。今回はガトーショコラを作ります。材料はこちらです。まずはフードプロセッサーにウィスクを準備していただきまして、卵を3つ割っていきます。そしたらここにオーガニックシュガーを100、甘いのが好きな人は120、私はちょっと甘さを加減しているので100g 入れます。そしたら回していきます。パルスで全体をなじませてからオンです。だいたい5分ぐらい回しましたので一度止めます。こんな感じで白っぽくなってる感じなら OK です。そしたらこれをミキシングボウルに移してもらいまして、ここに、ココアと、今回は小麦粉ではなくホットケーキミックスの粉を50ずつふるっていきます。ココア、よいしょ、ココア、純ココアです。甘いというか砂糖も何も入っていないココアを使っています。ちゃんとしたふるいだともうちょっと粗くなく細かくできるので綺麗にできると思います。さあこれを混ぜていきます。で、だいたいなんとなく綺麗に混ざってきましたら、このところここにバランスオイル 60cc とバッと入れないようにするのにヘラを上手に使ってあげてください。で、その次になんとなく全体が混ざってきましたら、ここに生クリームを 70cc 入れてきます。こんな感じになります。そしたらまず半分って折っていただいて、この長さに合わせるので、キッチンシアーズ持ってる人はここまでの長さで切ってください。そしたらこれをひっくり返して入れます。ピタッとつくので、ここに全体を混ぜた生地を流していきます。入れましたら今度はそこをボーン 3,4 回叩いて空気を抜いてください。で、これを蓋をしまして、ケーキモードっていうのがありますので、ケーキモードを押してもらってスタートです。
粗熱を取るために出していきます。これでちょっと置いて冷ましていきます。はい、粗熱が取れましたのでお皿にのせました。最後の仕上げに粉糖を上からかけて見栄えを良くして、これで完成です。はい、それでは試食します。じゃあいただきます。しっとりしてめっちゃ濃厚で美味しいです。この水泡みたいなのはもうちょっと空気を抜くと多分平らになって綺麗になりますので、空気を抜くときにしっかり抜いてもらうといいかなと思います。でバターも小麦粉も使ってないので、まあ、バターを使わないことでコストも抑えることができますし、簡単に作れますので、ぜひ一度試して作ってみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また調味料や調理器具のことで聞きたいことがありましたら、遠慮なくコメント欄にご連絡ください。そしてインスタグラムフロスティングオブジアースもフォローの方よろしくお願いします。それでは次の動画でまた会いましょう。